オーストリア南部鉄道の主要路線として機能し、1923年まで、ウィーンとトリエステの間を運行した。現在において、南線、南部鉄道という言葉は、ウィーンからブルックアンデアムーア経由でグラーツまでと、およびウィーンからスロベニア経由でトリエステまで行く路線を、指す。また、歴史的に、不正確ではあるが、クラーゲンフルト、フィラッフハ経由でタルビージオまで行く路線に時々、 使用される。1841年に作成された、オーストリア南部鉄道の路線図1875年当時の、ウィーン南駅産業革命と来たるべき、工業化時代の需要を満たすため、アドリア海都市とを結ぶように鉄道は敷設された。すなわち、オーストリア帝国唯一の大規模港湾が存在する、トリエステとウィーンを結ぶことである。工事は1839年に始まった。 1842年、ウィーン南駅、グロッグニッツ間が、ウィーン・グロッグニッツァー鉄道会社という会社によって運行され、続いて1857年に、ミュルツ・ツーシュラークから、グラーツ、マリボル、ルブラナ経由でトリエステまでが、帝国政府によって付設される。この二つの路線を、ゼメリング鉄道がつなぐこととなる。1858年に、南部鉄道会社に売却され、 マリーボールからクラーゲンフルト、フィラッハ、ディエンツを経由して、ホルテッツまで行く路線と共に会社を構成した。この南部鉄道会社によって、トリエステは貿易量を何倍にも増やすことになった。つまりそれは、オーストリア・ハンガリー帝国の国際海洋貿易を向上させ、トリエステは南部中央で最も巨大な主要港湾としての地位を確立させ、国内ではウィーン、ブタペスト、 プラハに次ぐ4番目の大都市として名を馳せた。また、鉄道はブタペスト、プラハと共にアドリア海沿岸を観光地として発展させるのに重要な影響を与え、トリエステをオーストリアのリビエラの中心地にさせた。第一次世界大戦後トリエステがイタリアへ活場された後に残りのオーストリア領の路線は1923年に国有化された。 第二次世界大戦中に、起点駅のウィーン南駅が戦災で破損し、ようやく再建されたのは1956年のことで、あった。再建と同時に、ウィーン東駅と統合された。また、グラーツ中央駅も空襲で破壊され、1955年に再建された。冷戦中のトリエステへの鉄道路線は、イタリアのタルビジオを経由した。 この路線は1963年に電化された。同様にウィーンからクラーツ、ユーゴスラビアへ向かう路線も1966年に電化された。今日、南部鉄道のほとんどは伏線となっているが、ウェルンドルフからマリボルまでが単線となっている。この部分は近い将来に伏線化される予定となっている。ゼメリング駅に停車中の列車下記に系統に分かれる。なお、2017年以前は、 ユーロナイトの種別で運行していた。下記2系統に分かれる。下記3つの系統に分かれる。下記2系統が運行している。下記4つの系統に分かれる。下記2つの系統に分かれる。区間ごとに運転系統が分かれる。区間ごとに運転系統が分かれる。ありがとうございます。